くりしていってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。サンダーさん、この漫画はアイアムアヒーローと同じで、1巻を読み終わるまでシナリオの面白さがわからないという、2020年としては困った漫画。昔は、例えばアニメとかでも1クールとか、3話切りって言って、エンタメ産業がレッドオーシャン化していなかったから、視聴者の気が長かったのぜ。なのである意味3回チャンスがあって、3回までにポジティブな評価をもらえれば、継続視聴してもらえる可能性があったのぜ。ところがエンタメ産業がレッドオーシャン化した、2020年にとっては1話切り、タイトル切りが当たり前の状態になってしまって、アイアムアヒーローとか、サンダーさんみたいな、じっくり読んでもらって、一気に面白さが爆破するタイプの漫画のスタイルを得意としている作家にとっては、困難な時代なのぜ。この漫画は、2024年の典型的な、手に取ってもらえない作品で、画面に映っているジャケットとタイトルで、ちょっと漫画読んでみようか？なんて思えないでしょ？読めばわかるけど、あえてこんな感じにしているのぜ。この、読めばわかるっていうのが2024年には、ほぼ一切通じないやつで、2024年において、読めばわかるイコール存在しないものです。なんとか一巻さえ読んでもらえれば、その後の展開は圧倒的で、クソ激烈に面白く、ほぼアニメ化狙えるようなシナリオと作画、品質だし、最近読んだ漫画の中では群を抜いて面白い、神作品。ここからはある程度ネタバレをするつもりで解説することになりますが、こうでもしないとこの漫画がどれだけ面白いのか、が伝わらないのぜ。シナリオは、クソ激烈に下手くそな、藤子不二雄を下手くそにしたような昭和初期の作画で始まる、チビの3人の友達によるモラトリアム漫画、漫画家の父親を持つ主人公の一人だったりといった少年たちが、普段どういった生活をしているのか、家族構成は？とか、友達はこんな感じですという感じで、めちゃくちゃ地味で面白くないし、作画もゴミのような感じのつまらない情景を永遠見せられるゴミ作品。今思えば、罠だと気づくべきだったのぜ。ここからこの少年たちが謎の DVD を手に入れて、DVD、DVD、その DVD を再生したら、実はその DVD はパラレルワールドの出入り口を発生させる謎装置であった。ここから、一気にガンツ風の作画による、パラレルワールドの地球のシナリオに場面転換し、そのガンツ世界のガンツっぽい、圧倒的に作画力もあるリアル世界では、突然宇宙人が攻めてきて、宇宙戦争が勃発。今映しているコマは、同じ作家が作った同じ世界の漫画なのぜ。圧倒的科学力を持つ SF 地味た強さの宇宙人たちによって、ボコボコにされる。その SF パラレルワールドでは、ガンツみたいな救済装備みたいなのを所持している謎の軍団が存在して、鼻炎薬みたいなのをガン決めすると、一定時間固有能力に目覚める能力を使って少数精鋭で、レジスタンス活動をなんとかしているという状態だが焼け石に水、このままじゃパラレルワールドの地球壊れちゃう、という感じの漫画。そこに、クソ作画が下手くそな世界からの少年たちが、謎の DVD の出入り口を通って現れる。どうやらクソ下手な作画の世界の住人は、リアル世界だとスーパーマン並みに体が頑丈になるらしく、SF リアル世界を漫画の世界の少年たちが、スーパーマンパワーを使って、同じ人類の手助けをするという超展開が始まる漫画。とまあ、ここまでが多分1話で収めるべきシナリオだと思うし、うわめっちゃ面白そうやん、って思ってもらえるような出だしだと思うんだけど、ここまで説明する必要があるでしょ？って部分がガチで2024年向けじゃない。こんなボリューム1話になんか収められないのぜ。この漫画はいわゆる漫画の世界の住人とリアル世界住人が、クロスオーバーするっていう内容で、前半で落差をつけるためにわざとクソつまらないし、作画も下手くそに書いて、読者の気持ちを落としてるって手法を取っているのぜ。だから、やっとチュートリアルが終わって、リアル世界の話が始まった瞬間の読者の、あれ？あれれ？これってひょっとするとひょっとするかもしれませんよ、っていうアクテカの引き出し方が絶妙で面白いし、漫画好きからする、やられたーって感じになる。ガチで2024年っぽい作品だしアイデアの作品なんだよね。まあ、その手のアイデアが存在しないか？っていうと、藤崎龍の桜鉄対話編とかあったりするけど、この漫画はクロスオーバーをさせる作画の書き分けだったり、バナナにチョコレートの組み合わせみたいな、組み合わせのセンスが絶妙なんだよね。なんとか離脱せずに一巻を読み終わったら、もうそこからはもう待ちきれないよ、早く出してくれよ、って気持ちが止まらない作品なのぜ。それとこの漫画がクソ優れているのは、ガンツにおいて、シナリオが一気に盛り上がる、アポカリプスが始まる部分からシナリオを始めている部分で、人類側は、一部の人類が謎の地域
ート装備を有しているというところから、スタートさせる部分はガチで時代をよくわかっている好感が持てる。ガンツはガンツで、ガンツ系ってジャンルがない時代にちょっとずつガンツって何ぬねのってところから始まって、世界と装備が拡張していくってシナリオは面白かったのぜ。でももうそれってガンツが終わらせちゃったやつだから、それをコピペして見せられちゃうと、貴様の見せる展開はすでに我々が2000年前に通過した場所だってされちゃうのぜ。トム・ホランドの何回リブートするんだよ。な、中学生スパイダーマでも、スパイダーマになる過程を全部吹っ飛ばしてたった一コマ噛まれたって言って、終わらせている部分が最適化されてて面白いなって思った感じで、この漫画も、もう2000年前に通過した部分は極力カットしてて、ガチでお上手。この漫画は、前半で読者の興味をわざと落とすことで、2004年の E3 みたいな感じで下げてあげるって手法を取ることで、面白さを何倍にも増幅させる手法を取っているから、ガチでリアル世界のアポカリプスが始まる感じが、始まった時のあんこ汁がドバドバ出る感じはたまらないのぜ。本当にめちゃんこ面白いし、多分アニメ化する。クソ激烈におすすめな作品、ソラセン内原霊、仮想の江戸時代っぽい時代が舞台のスチームパンク漫画、作画やネタ的にはガンツ系、あらかじめ CG で作り込んだキャラクターを、モーフィング作業で配置して、そこに過失修正を加えて漫画にするという手法を使っており、作画がお上手でもない人でも科学の力を使って漫画を作れるという、いい時代になったという感じの作画。科学の力って、すげえのぜ。シナリオは、謎の宇宙船っぽい巨大 UFO が江戸の街に現れて、ジパングの地形をちょっとデコレーションした後に休眠。人々がその巨大宇宙船っぽい浮遊物体を観光名所っぽく認知したあたりに宇宙船ぶっ殺すマンを続けているドン・キホーテの侍の男が主人公。こいつは飛行能力もなければ単純に剣の腕が良いだけの侍であり、ここになんやかんやあって超絶発明家のメインヒロインの JK が現れて、この JK の作ったスチームパンク装備を使って宇宙船をぶった切りに行こうぜという感じのシナリオ。漫画の冒頭と作画を見ただけで、ああガンツ系の作品ねというのがわかる。とてもわかりやすい作品をしてて、こういう一目でどういう作品なのかを読者に示唆させてあげられる作品は2020年向けでべね。2024年のコンテンツは一目見ただけで何かわかる、わかりやすいって部分がとっても大事なのぜ。ガンツ系とは何なのかについて解説するのぜ。ガンツ系とは、作画が劇画風じゃないけどリアル路線で、SF 地味た兵器を使って宇宙戦争をする漫画のジャンルを、ガンツ系っていうことにしたのぜ。作画がとてもお上手だし、巨大宇宙船の CG とか、江戸の街並みの CG とかめちゃくちゃ CG 制作に手間がかかっているなって思える、圧倒的 CG 力がでね。この手の漫画を読んでると、手間さえかければ作画力が弱くてもシナリオさえ面白ければ、面白い漫画って作れるなって思えた可能性が拡張された漫画。ここからネタバレ?という感じの、なるべくネバレにならないように解説するが、ボスの設定が、ガンツ系のような使い古された感じじゃなくて、別のアイデアを使ってコピペにならないようにしている部分が好感が持てる、が、ただ、それにしちゃうとちょっと引きが弱いというか、でもまあテンプレ外すならそのシナリオ選ぶしかないのは、理解できるけどちょっと弱いなという感じ。でも普通に CG がすごいし、サイバーパンク風の江戸を作ってくれたアイデアとか背景、圧倒的な CG 技術がごいすうな漫画、アイアムアヒーロー。さっきアイアムアヒーローの話をしたので解説。超絶女性不信のこじらせひもて、面倒くさい性格の性格が歪んだ作家が作る地球最後の男。内容はほぼ地球最後の男であり、地球最後の男を知っているなら概ねそんな感じの漫画。地球最後の男っていうのは、ズンビーとかなんやかんやで地球がアポカリプス化した世界を舞台に、主人公が無双するってシナリオなのぜ。内容も、何かしらのコロナっぽい、ズンビーウイルスが蔓延した世界、みんなは慢性的な風邪?のような症状に悩まされている世界で、狩猟が趣味の売れないこじらせ漫画家が主人公。こいつを中心に、世界がどんどんズンビーウイルスによって感染されて、ちょっとずつ文明が崩壊する過程をたしなみつつ、なんとかズンビーにならないように、頑張って安息の地を目指すという感じのアポカリプス漫画。作品の表現の仕方がお上手であり、一巻の表現が群抜にお上手であり、ちょっとずつ日常が壊れていく過程、楽観的な人類が、後戻りできないところまで対策を一切しない感じとか、人類あるあるを上手に表現しておりべね。終盤以降の、どうやって装備と拠点を構築しようか、という逃避行の描き方とかも群抜にお上手だし、性格がこじらせていて、そのこじらせから生まれた中田コロリ先生とかの、輝いているキャラクターの作りとかガチでお上手。この作家の成績を知っていると、ヒロイン候補が出てくるたびに不安しかないのぜ。有志が作った2チャンネルみたいなのの、書き込みの表現の仕方だったり、コマの外でやべえ発言をするやつをちょろっと入れたりしてて、そういうやべえやつ
って、性格が歪んでいるこの先生じゃないと描ききれないから、ガチで本当にやべえやつの表現がお上手。中盤以降はほぼラーメンズの片桐仁先生無双で、そっちもめちゃんこ面白いのぜ。あと、この作家の漫画を何冊か読んでいればわかると思うんだけど、この作家って、風呂敷の畳み方がクッソ激烈におざなりなのと、あと女性不信全開の終わり方させるから、マジでどの漫画も気持ちよく終われない。ボーイズオンザランとかもそうだし、この漫画も、作者がクズ性格の女嫌いっていう部分が拭えないから、投げっぱなしのデスペラードスタイルになっちゃうのは否めない部分なのぜ。この人は人類のメスが持っている生存戦略に特化した、最もサバイバルに適した性格の女性を、クズだと感じる性格設定しているから、どの漫画でもマジで後半の、漫画として一通りやりきってあとは手じまうだけ、ってなった後の投げやり感がパないんだよね。この人、面白いアイデアを出すんだけど、性格がルサンチマンで、その部分をポジティブに使えない不器用な作家だから、そこが得意で面白い？かもしれないけど、エンタメ向けじゃないのぜ。まあ、うちらも、ホモ漫画以外の乙女漫画ってあんまり得意じゃないし、すぐにお口が散らかっちゃうから人のこと言えないけどね。